大家下午好，现在真呢要带我去剪头发，他已经帮我预约好了一家店，剪发加染发，然后再加一个拉直，好像人民币要1400-1500左右，然后要弄4个多小时，我觉得时间好长呀。然后弄完头发以后再给大家看一下在日本这边这种造型做得怎么样。平时我都是去的比较便宜的那种店啊，剪下头发100来块钱的样子。マコ、可愛い感じか、それとも女っぽい感じ、どっちがいい？どっちでも。どうしても？どっちでもいい。好きな、ややが好きなようにしなよ。てか、どっちがいい？可愛い。女っぽいがいい。可愛いのがいい。可愛いのがいいか。ありがとう。挑选一下发型。现在开始染发了，他们现在是店长在帮我弄头发，他说会帮我弄得好看一点的。好期待最后的成品呀、啊！头发弄好了，大家感觉怎么样？本来是要拉直的，拉直也是最贵的一个项目啊。那在日本，单单做一下拉直就要1000块钱左右吧。然后他们那个店长说，今天先给你剪一下，你回家感受。过几天，你要是感觉非要拉直不可的话，他说你再过来做一下离子烫啊，把头发给拉直。然后呢，帮我省钱了。今天。最后买单的时候大概是700块钱吧，就是做了一个护理，然后呢染了一个色，然后再加上剪发，三个东西一起，感觉这样成熟一些了。看到他了，笑嘻嘻的。あら、ずいぶん大人っぽくなったじゃん。大人っぽくなった？大人っぽくなった。パーマかけてないよ。いいただね下で、いいじゃん、丸くしただけで超いいじゃん。好看吗？好看了。いいじゃんいいじゃん。初めまして。よろしくお願いします。あの人どうだった？あの髪切ってくれた人。店長さん。店長そうそうそう。かっこいいよ。でもっと明るい色が欲しかったの。でできた後ね思ったよりねそんなに明るくない。で店長さん。ほらこの色綺麗でしょ。ずっとね言われてました。あはいはいはい。ほら髪の毛か来た後違うでしょ。明るくなったよでも。はい。もう何もこだうんはいずっとはいうんありがとう。明るくなったよ。明るくなった。さほら。いいじゃない。すごいいいんだけど。大人っぽくなったねすごい。今日の服もあるじゃない。いい感じだね。ズバ。オッケー。でもだいぶ可愛くなったね本当に。谢谢。可愛くなったよ。谢谢你。现在回来看看，感觉还好，跟平时的感觉不太一样了。今天晚上我们两个人吃肯德基，可乐有吗？有啊，谢谢。これ。哇，美味しそう。お皿？はい、一本でいい？まず。谢谢。这个是什么炸虾？美味しいよこれ。好的，マヨネーズつけるとうまいよ多分。谢谢。好的好的，我这样试一下。谢谢。我就喜欢吃油炸的东西。美味しい。マヨネーズつけてうまいよ。美味しい。これちょっと食えなかったら食べるから俺が。なんかこれスプーンがついてるから、多分開けると、ほらあのスープが下になってんだよ。スープ？ヒロたち8時に迎えに行くの。8時迎えるよ。分かった。じゃあ私刺繍するね。3連休幸せだよ。私と一緒にいる幸せなくて3連休で幸せなの。いやいや。連休で休みってことは、お前と一緒にいる時間が増えるってことでしょ？我们准备去爷爷家接他们两个，然后爷爷送回来了。いや。自転車どう？自転車。パパ直してあげたよ。妈妈的头发怎么样？切った。どこで切った？看不出来吗？可能天黑你看不出来吧。ママの髪を見てやってください。どう？そんなに変わってないよ。ただ下ね、下ねこうこう、そんなに変わってない。そう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 。後ろ後ろバックは。
同じ。あ、後ろよ。あ、いいじゃん。カイトどこ行くの？じゃあおやすみね、ヒロ。おやすみ。うん、じゃあ気をつけてね、お父さん。うん、今日ありがとうね。おやすみなさい。うん。爷爷现在一个人回去了。还是去到爷爷那边，爷爷肯定。叽叽，叽叽。髪の毛きれい。嗯。きれい髪の毛。好看。好看。回答这么大声干什么？太多。嗯。今見て。あんま変わんない。あんまり変わんない？嗯。悲しいな。直男。妈妈悲しくない。嗯。好看。谢谢。嗯。妈妈優しい人。嗯，ありがとう。刚才我公公把他们两个送回来的时候，婆婆没有一起来。然后他突然给我打个电话，他说：“哎呀，我忘记去，跟你公公一起去啊，然后去你家看一下你的新发型。”我说：“也没什么新发型，我说跟之前区别不是很大。”他说：“那你拍个照片过来给我看一下。”我就拍了照片给他了。他开完照片以后给我打电话，他说：“哎，他说现在剪的这个显得很有女人味。”妈妈，这里发型都有的。嗯，他说你现在这个发型剪得很有女人，看起来发量没有之前那么多，就是剪得挺好的。对啊，ここじゃない。今天爸爸。出去给老二买了这个拼板回来，现在他们家，嗯，啊，これこれはムカデショーだね。やっぱり。你干嘛的哟？え、待って、でもこれだ、これこ、これがさ、ここなんだよね。だからまず二次三次二次を。これこれこれとこれでしょ。ここ二次これじゃ。大丈夫。今天奶奶来送他回来，说非要来看一下我的头发。大丈夫。给妈妈看一看你的脚，那妈妈抱过去哟，头上给的，抱过。髪の毛少なくなった。マコね、大人っぽくなってきたって。女性らしい。他们都喜欢这样穿鞋。見送り来たの？嗯，跟奶奶拜拜。嗯，気をつけてね、お母さん。嗯。ヒロ大丈夫足？お風呂用意するね。先にテープ貼ってよ。あ、オッケー。お利口だね。うん、大きいテープだよ。うん、刚才脚疼，我说你要不要送一下奶奶，他说都不去，然后最后看奶奶走，还是到门口送了一下。お利口、お利口、お利口。